3問目、レベル3、100。これもかっこいいな。この辺までプロも結構使ってるモデルです、はい、あ、そうなんですね、なるほど、T100 使ってる、はい、面白いな。ちょっとずつ大きくなってます。大きくなってます。ちょっとずつ優しさがどんどん上がってきてますね。だから飛距離も伸びてくるはずなんですよ。そうです、ね、そうです。あ、ちょっと落ちた。うん、ちょい薄いですけど。でも何だろうな。あ、でもミスジョットでも飛んでってます。ヘッドの重量ってだんだん重くなってきてます。変わらない。それは変わらない。変わらない。大きくなってでも素材とロフトが違ってくる感じですね。重量はそんなに変わらないです。ヘッドが大きくなっても重量変わらないですね。変わらないですね。すごいな、その技術が。なんでだろう。ちょっとバッスルバックルは簡単に感じるんですね。一つはシャフトも違うので、今そちらが、モーダスになっていて、モーダスの感覚がそのかもしれません。そうか、シャフトの差がある。あ、今のバンドいいですね。うん、今当たった。おー、いい球。おー、飛んでる。176、7番で。いやー、簡単になっちゃうな。本当なんですよ。簡単になっちゃうな。6位のレベルのボールは7番でこんぐらい飛距離欲しい。欲しいですね。ちょっとミスですけど、そんなには150以上は絶対飛んでる。おー、はいはいはい。いやなんかマッスルバックが好きかも。なんかそうはならない。今日なんかお買い上げ。全然違うな。違うですね。そうですね。あー飛んでるなこれ。あーやばいやばいやばい。本当にどんどん飛んでくるんだ。ほんとすげえ。最後多分220ぐらいいくんかね。やばいやばい、弾道が高くていい。この高さあると高さあるといいですね。190か。いやもう言うことないですね。これいいっすね。これ僕の中で今結構感触、うん、ないっすね。中で感触はいいっす、結構ヘッドも効いてるんで、リズム感取りやすい、テンポが良くなる。最初の2つはちょっと軽いっていうか、なんかそんな感じがするんですよね。俺もした、切り返しの時にちょっとやっぱり切り返しが早い人はちょっとやっぱり名前貼って調整とした方がいいかもしれないです。これはもともとちょっとなんかヘッドの方がしっかり重さを感じるリズム感が。いやーいい球だな。もう見なくてもわかりますよ。まっすぐ。これはいいな。いやー3本目にして190は突破したんで。よし、これいいですよ皆さん。いやめちゃめちゃいい。これは。標準ですね、僕の中で。そうですね。はい、これはいいと思います。僕にはまだ難しいです。まだ難しいです。マッスルバックかな。はい。じゃあ続きまして。続き。はい。ちょっとここからおかしな形になってくるんですよね。結構いいですね。はい、後ろになんかこうくっついてる感じですよね。重りがついてるんですね。そうですね。まあ実際この中、薄い中空になっているような感じで、2と3は、はい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 、でそこにこう樹脂が入っているので感触はでも悪くない、はい、厚めになってきた、はい、厚くなってきました。シャフトもちょっと変わりましたね。はい、モーダスではなくて
で、ベースの950ネオっていうのが、かっこいいね。新作の新作です。新作です。シダガイではあの評判結構いいです。いいやつですね。ネオ。ちょっとカット気味に。カット気味に。はい。なんか結構振りづらそうな、なんか重たそうなっていうか、多分僕のスイングの仕方の問題。仕方仕方本当ですか？本当ですか？最近ちょっとその気になってるんで、レッスンの調整をお願いします。わかりました。すぐ治っちゃう。ちょっと捕まえるかかる。はい。ああ、いい球。どんどん柔らかい感じが、柔らかい感じ、うん、ああ、いっちゃったったいっちゃったった、ああ、いっちゃったいっちゃった、はいはいはい、183、僕でも185分ですよ。あれこれもっと簡単になっちゃった、また簡単になっちゃった。次あれですね、190いっちゃいますね。いっちゃいますね、これいくね。これは僕でもなんですけど、はい、簡単簡単、はい、難易度1、はい、優しいなそれは。うん、これいいね。ちょっと薄めだけど、うん、でもいいと思います。いいと思います。あー、いい球。170後半から180ぐらいいっちゃいますね。すごい。いや、このアイアンいい。いい、うん、優しい。優しいというか、僕はAPEX 使ってるじゃないですか。はいはい、APEX のがもっと優しいんですよ。なるほど、はい、はい、でも、はい、なんかかっこいいですね、こっちは。これかっこいい、はい、ビジュアルにはもっとこいいです、うん、いいの使ってるみたいな。いや、グレーが打ったらもうこれは195ぐらいいきますね。でもなんか僕の中でこのネオシャフトっすね。僕 NS 使ってた時期があって、はい、その感じじゃないです。なんですかね、これしっかりめですね。結構しっかりしてる。 NS はどっちかっていうと全体的にこうしなってくるんですけど、これはもうなんかこの辺がもう重圧感があるっていうか、なんかこういっ、なんですかね、バランスがいいっていうか、うん、NS っぽくないですけど、うん、NS ってこうちょっと走ってくるんですけど、あ、そうなんですか。あんまり走らない感じがある。持った感じで分かる。いやー、打感違う。飛んじゃった。これ打感違うですね。完全打感違う。飛んだ打感しましたね。打感違うよ。これがプロにとっては飛びすぎちゃうのが問題なんですね。そうですね。200超えちゃった。これは飛ぶ、うん、いや飛びますよ。打感がもう硬い、うんうんうん、柔らかい、硬い、柔らかくてなんか弾く感じですよね。これはいい。鉄のトランポリンみたいな感じ。あ、そんな感じ。いや、飛んじゃった。いや、ちょっと振っちゃった。いや、そうなんですけど、もう音で分かんない。いやー、これはいっちゃうな。はい、行けよ。いや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 、テニスボールレンジャー見てる方たちは羨ましいって感じなんですけど、これはプロの悩みなんですよね。ちょっとカット目で、カット目でいきます。カットでどのくらい落ちるか。はいはい。いや、落ちて10ヤードじゃないですか。落ちて10ヤードですね。はい、おー、いい球だ。あ、ちょっと抜けちゃったか。まあ、抜けてもやっぱ10ヤード、10ヤード、ね、変わって、うん、やっぱりレベル4になったら、うん、200ヤードは超え、優に超えてきましたね。そうですね、うん、これはいいですね。ヘッドスピードない人でもこれはいいと思います、はいはいはい、本当に。で、僕でも180飛ぶわけですから、うん、これはいいと思います。そうなんです、うん、これは優しい、うん、タイトリストがなんかタイトリストさんのこの、なんだろう、こんな優しいクラブ作るなんて僕の中では。もう、はい、イメージ的にそうっすよね。もう、はい、こういう感じでしたね。もう、これしかないイメージ。この優しいのはすごいな、やっぱり、うん、で、
ラストに来るのが、じゃん、この、なんすかこの形、どうすればこれになったのか知りたい。何のためにこれにしたんだ。回したくなる。これはもう、多分これもう200。200はきつい。190いけばいい。190。ヘッドが急に大きくなっちゃった。あ、ちょっと当たり悪いけど、当たり悪くて気味で、それでも飛んでるわ。僕の163飛んでる。169が10に超えてる。ちょっと程度出ない。はい。あ、これはいい。これくらいの方がいいですね。これはいい。あ、ナイスナイスナイス。こいつはあれですね、ブンブン振ってる感じじゃない。やんない。はい。おお、これはいいかな。僕のベストだと思います。これはいい音。やっぱ中の硬い感じがするね。176。いいですね。こっちのが好きかな。それ。はい。こいつは。はい。こことホロサーちょっと。はい。欲しい。もう微妙な感じ。さあな感じします。なるほど。あんまりどうですか。ではでは。果たして飛ぶようになるのかクラブで。すげえ音したな。これとなんか激アタリですね。これ高いな。高いっすね。本当に飛びよ。飛んじゃったな。その通りの動きをしてる。すごい。視聴者の皆さん、すいません。僕じゃこれは表現できませんでした。すごいなぁ。だんだん飛んでいくのかな。いやーん。いやー、全然。いや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 。いいっすね。すごいですね。いいっすね。ヘッドスピード41。もう振りなくてもいいんじゃないですか。そうですね。僕の中でね、勝手に振れちゃうっていうか。どうでしょうか。うん、これはいいと思います。これはいい、うん、もう簡単すぎる。優しい。優しすぎる。本当に優しい、本当に優しい。本当に優しいです。これはなんかあの、シャフトもいいと思います。このネオ、ネオね。このネオもシャフト、シャフトですね。あとなんか僕の中ではヘッドスピードない方は、この組み合わせにカーボンシャフトでいいと思います。シンプルに。なぜかというと、もうちょっとなんかあのヘッドスピードない人はやっぱりカーボンに助けてもらった方が動きがあるので、もっと振りやすくなると思います。ラフとか打ちやすいと思います、これは。いやでもすげえな、もうやったんじゃんだもんな、7番で。これはいいですね。ちなみにこのロフトなんですけれども、はい、これが7番で、35度。35度。はい。でその次が、CB が34度。はい。34度。で T100 が33度。33度。で T200 が30度。まあここまで1度1度で、ここはちょっとピョッとできますね。はい。でこれが29度なので、まあロフト的にはこう。近いですけど、ここはまあちょっと違う感じですね。でもそういう感じのまあ距離のイメージだったのかな、はいはい、という。いやもうそのまんま数字が出てましたもんね。はい、そうですね。素晴らしい。まあ、この時計がいいですよね。はい。時計がいい。こっちはダメですけど。こいつ。移動が。なんか僕の中ではここついてるやつは、先っちょに当たってもなんか、この動きを抑えられるっていうか、ここがあることによって完成モーメントが、出て当たり負けしない感じがします。素晴らしい、キャロウェイの
ス放送テラメドの P790、 これはいいんじゃないですか。いやーもう飛ぶよ飛ぶ